クセスありがとうございます。モノクロームレインボーパーソナリティの名倉ひとみです。お久しぶりですね。お元気ですか？東京は暑いです。まあ、夏はね暑いですけれどもね、でもこんなに暑いのはあんまりないですよね。冷たい飲み物を飲みすぎて私お腹が夏バテ気味です。あなたは大丈夫ですか？熱中症にはお互い気をつけましょうね。さて夏休みに入りまして、もう満喫してますよという方もねいらっしゃるかもしれません。でも暇を持て余してる、そんなあなたには私がセレクトしたお役に立てるかもしれない情報をお伝えします。まずご自分の赤ちゃんの写真を撮りたい、プロのカメラマンに撮ってほしい、そんなあなたは世界的に活躍なさっている堀口守さんのプロジェクトスマイリングベイビーに参加してみませんか？素敵なお写真ですよ。いやいや、子供はみんな大きくなってるから、僕一人で、私一人で夏休みに映画を見たい。あら、そうですか。それなら大ヒット映画カメラを止めるな、こちらはいかがですか？もうご覧になりましたか？この後見どころをお伝えしますよ。いやいや、暑いから外出したくない、冷房の効いたお部屋でゆっくり音楽を楽しみたい、そうですか。それなら北海道の素敵なユニットロケット姉妹はいかがですか？この後ニューアルバムをご紹介します。さあそして今夜も乾杯します。お手元にグラスをご用意してお付き合いください。あなたの心に七色の虹をかけるモノクロームレインボー、エメラルド商事の提供でお送りします。今朝あんまり暑いのでアイスコーヒー飲みたいなと思って豆を見てみたらなかったんですよ。飲んじゃったんですね。それで慌てて札幌のコーヒー店、沢野コーヒー店にお電話をしました。沢野さん、2年前のこの番組でねゲストとしてご登場いただきました。沢野さんね、東京暑いでしょ、札幌もようやく暑くなったよ、25度、暑い、確かに北海道ではねそうかもしれないですよね。いや東京35度超えてますよ。いや溶けちゃいそう。沢野さんのお話によりますとね、カテマラのコーヒー豆が値上がりしてるんですって。火山が噴火したんですよね。それでコーヒー豆が被害を受けている、だから値上がりしてるんですって。北海道も水害があったんですよね。西日本は甚大な被害になってます。暑い暑いって笑っていられないですよね。そんな時です、私一人のカメラマンに出会いました。ファッションフォトグラファー堀口守さんです。堀口さんはすごいカメラマンですよ。エリック・クラプトンでしょ、シンディ・ローパー、デビッド・ボーイ、こうした超一流のアーティストの写真を撮られてます。この世界的にも有名な堀口さんが行き着いた先、それが
赤ちゃんの笑顔だったんです。その赤ちゃんの笑顔、スマイルを届けて世界中の人々を笑顔にしたい、それが堀口さんが活動するスマイリングベイビーというプロジェクトです。これまでなんと4000人近い赤ちゃんの笑顔を撮影していらっしゃいます。赤ちゃんの笑顔、かわいいですよね。それを見てると私たちも自然と笑顔になりますよね。私もですね、東京に親戚の赤ちゃんが実はおりまして、撮影していただきました。現場には行かなかったんですけどね、後で送っていただいた写真がもう満面の笑顔。赤ちゃんかわいい。まあ身内の赤ちゃんですからね、かわいいっていうのはどうかと思うんですけど、いやでもやっぱりね、赤ちゃんの笑顔、パワーをもらえますよね。堀口さん、僕がカメラを向けたらどんな赤ちゃんでも必ず笑顔になります。もう自信たっぷりにおっしゃってたんですけど、あのうちの親戚の赤ちゃんはね、なかなか笑わなかったようで、苦戦しましたなんてね、メールをいただいたんですが、本当にご迷惑をおかけしながらも、あんな素敵な笑顔をね、撮っていただいてね、いや感激しました。ありがとうございました。それでね、堀口さんがもっといっぱい赤ちゃんを撮りたい、赤ちゃんの笑顔を撮りたい、赤ちゃんを紹介してくださいってね、おっしゃってるんですよ。誰かいませんか？本当におすすめしますよ。6ヶ月までの赤ちゃんが対象です。7ヶ月にならなければ大丈夫。撮影費用はなんと無料です。ただでこの世界的に有名な堀口さんに、あなたの赤ちゃんの笑顔写していただけるんですよ。こんなチャンスはない。そのうち写真集にもなるそうですよ。詳しくは堀口守さんのプロジェクトスマイリングベイビーホームページをご覧ください。今映画のパンフレットを見ていたんですけど、これ私人生の中で映画のパンフレットを買った、これ初めてだと思いますよ。本当にあの大好きなロックアーティストの方の映画あったんですけど、パンフレットも T シャツもグッズも何にも買わなかったですもん。もうファンの人にはね、怒られると思うんですけど、なのに今回初めてパンフレットと T シャツ買いました。今これ売り切れてるそうですよ。大人気なんです。さあご紹介しますね。カメラを止めるな、通称カメ止めです。遅い？紹介するのが遅い？そうなんですよ、私がこの番組をね作るスピードよりも映画がヒットするこのスピードの方が早かったんですよ。生放送じゃないのが本当に残念。でもね、実は公開前、まだほとんどの人がこの映画を知らない時、今年の4月です、渋谷のラジオの渋谷の本棚という番組に監督さん俳優の皆さんがゲストでご出演してくださいました。監督は上田慎一郎さん、俳優は映画の中で映画監督役を演じている浜津隆之さん、
そしてゾンビ役の市原博さん、この3人の方がお見えになりました。この映画、何がすごいってインディーズ映画なんですよ。映画の監督さんや俳優の方を養成するスクール、演舞ゼミナールというところがありましてね、そのワークショップから誕生した映画です。私たちで言えば声優養成所で作ったアニメが世界中で大ヒットしてしまった、そんな感じでしょうか。この映画、制作費はなんと300万円、しかもクラウドファンディング、インターネットで資金集めされてます。新人監督と無名の俳優が作った映画、これがキャッチコピーです。しかしですね、上田監督さん、新人監督と言われてますけど、国内外の映画祭で20のグランプリを含む46冠を獲得してます。その記録も今更新中なんですよね。だからコアな映画ファンの方ならもう知らない人はいない監督さんです。このカメラを止めるなも夕張国際ファンタスティック映画祭観客賞受賞、イタリアの映画祭でも観客賞2位受賞、ブラジルの映画祭では最優秀作品賞受賞、お隣韓国でも賞を取ってます。そしてアメリカ、ドイツ、スペイン、カナダ、チェコ、本当に各国の映画祭で上映されてます。すごいんですよ。国内ではすでに6月23日に公開されたんですけど、シネコンの上映ではないんですよね。最初東京の2つのミニシアターのみで上映されてたんです。私、新宿のケーズシネマ行ってきました。ミニシアターって全部じゃないと思うんですけど、座席予約ができないんですよね。それで整理券が必要なんですけど、その口コミがものすごく良くて毎回満席なので、もう整理券もらうの大変だったんですよ。今も大変なのね。もう映画館の開館前に並ばないとその整理券がもらえない。噂が噂を呼んでテレビ、ラジオの映画コーナーで特集されました。そして新聞記事になるでしょ。そうするとついに全国のミニシアターで上映されるようになりました。そしたらミニシアターだけではもったいない、シネコンでも上映が決定しています。もう順次公開されてます。すごいでしょ。肝心の映画なんですけど、ストーリーは言えません。言えないんですよ。言いたいけど、だって言ったら、あー面白く、いや面白い映画なんだけど、何も知らない方がいい。もう知らずに何の前情報もなく見に行ってください。ただこの映画、何の映画かと申しますと、ゾンビ映画です。ゾンビ好きですか、嫌いですか。私、ゾンビ嫌いです。嫌いですっていうか、あーもう苦手。血がブワッジュワッジュワッって出るの、もう本当にね苦手なんです。だからゾンビとかホラーとかサスペンス、私ねほとんど見ないんですよ。もう純粋に映画ファン、映画が大好きっていう類の、そういうファンではないなっていうのは自分自身よくわかってるんですけどね。ただこの映画、ゾンビ映画なんですけど、笑えます、笑えます。私ね、こんなに本当に映画の後半ずっと声出して笑ってたの初めてです。私ね、映画を見てもほとんど笑わないんですよ。笑うんですけど、あんな大きな声で多分笑ったことないです。でラスト、ほろほろり、お子さんのいらっしゃるあなたなら多分号泣しますよ。見どころはですね、37分間のワンカットシーン、37分間ずっ
とカメラ回しっぱなしなんです。そしてなんといっても役者さんの演技です。オーディションで選ばれた無名の俳優さんと伺ってますが、まあとにかくね、役者さんの演技がね素晴らしいです。こんな素敵な役者さんがいらっしゃるのに、なんでテレビのドラマでね出てこないのかしら。なんとかね、これから活躍の場がね広がってくださるといいな、そんなことを思ってましたら、ある日上田監督さんツイッターにこんなことを書かれてました。もし出演者を気に入ってくれたら、ぜひ使ってあげてください。もし本人にオファーしづらかったら、僕に連絡ください、お願いします。私そのツイッターを見てね、泣きました。こんな監督さんいないんじゃないですか。その気持ちね、よくわかるんですよ。まあ私もね、俳優の養成所にいましたから、なんだかね、皆さんのお気持ちがね、自分のことのようにね思うんですよね。もう話しながらちょっとうるってくるんですけど、あとはですね、ラジオ番組で監督さんおっしゃってたんですけど、俳優の皆さん、監督さんご本人が手作業でこの映画のチラシを都内の飲食店に配って歩いてたんですよね。そして公開日、公開後もですけど、上映の後にね、毎回スクリーンの前でありがとうございましたってご挨拶をなさってたんですよ。今もやってらっしゃいます。試写会じゃないのにですよ。すごいと思いませんか。ロビーで気軽にお話ししてくださって、サインもしてくださって、そしてありがとうって見送ってくださるんですよね。それがなんだか、あの小劇団のね舞台公演を見てるような、そんな感覚になるんですよね。あの舞台ってそうなんですよ。皆さん一緒にね、役者さんが見送ってくださるんです。だからお客さんもね、やっぱり嬉しいじゃないですか。それも楽しみの一つじゃないですか。そのお客さんが楽しかった、嬉しかった、そうやってツイッターにアップするでしょう。それを出演者の皆さん、監督さん自らが一つ一つお声を拾って、いいね、ハートマークを押してくださったり、リツイートしてくださったりするんですよ。そのお一人お一人の情報が、それでもってどんどん広がっていくんですよね。まさにパンデミック。上田監督さんはそれをポンデミックっておっしゃってるんですけどね。ポンデミック。まあ映画を見た方ならね、お分かりになると思いますが、このお客さんとの一体感、それがもう日本だけじゃなくて世界中に広がっているっていうのは、そういうところにもあるような気がしますね。そしてね、昔はね、映画を見るために並びませんでしたか？満席の映画館で見た記憶ないですか？なんか懐かしさも感じますよね。上田監督さんはね、100年先も楽しめる映画、それを作りたい、そうおっしゃいました。さあ、カメラを止めるな、8月以降は全国で順次公開されます。北海道は札幌のシアターキノで上映です。あなたもぜひ笑って泣いて、そしてちょっと怖がって、あとはいいねをいっぱいもらって楽しんでくださいね。さあ、乾杯のお時間です。イタリアのワインです。黒いボトルにベージュのラベル、 MASI、 マジワイナリーの名前ですよね。赤い文字でカンポフィオリンと書かれてます。あ、2014年のワインです。モノクロのスポンサー、
エメラルド商事の社長からいただきました。社長ありがとうございます。開けながらおしゃべりさせていただくんですけど、イタリアで思い出しました。確か亀止めの上田監督さん、イタリアに行く直前に番組にゲストでいらっしゃったんですよね。帽子がトレードマークで、とっても華奢なあの体型なんですけど、名刺交換の時、私ね、光栄です、ありがとうございますってね言ったんですよ。普段こんなこと言わないんですよね、私。普通にただあの交換してよろしくお願いしますっていうのが普通なんですよ。何を思ったのか、本当に光栄ですって言ってしまったんですよね。監督さんはね、本当に嬉しそうにニコニコ笑いながら私の名刺をね見てました。そしたらね、番組が終わってしばらく経って、上田監督さん、名刺ケースをなくされたそうで、ああ私の名刺どこ行っちゃったんだろう、もうすごいショック。結局見つからなかったんですって。もう二度と会えないかも、会えたら絶対また名刺渡すんだって思ってるんですけどね。その上田監督さん、イタリアのウディネファーイースト映画祭、こちらにご出席されて、カメラを止めるな、真夜中0時から上映されたんですって。会場には500人のイタリア人の方がねいらっしゃって、上映が終わった後、スタンディングオベーションが5分間拍手が鳴り止まなかったんですって。いや、ほんとすごいわ。見て、あなたも。久しぶりのワイン。お、抜けそう。これ結構抜けやすいかも。いきますよ。ポンっていった、ポン。あー思い出す、亀止め、ポン。これで笑えたら嬉しいね。あなたも早く笑えるように見てきて、すんごく面白いから。いや本当に面白いですから。濃い香り。あ、乾杯したわけではないんですけど、グラスにあのボトルがぶつかってしまいました。今日お誕生日の方いらっしゃいますか？ハッピーバースデー、今月お誕生日、ハッピーバースデー。あ、今年誕生日ね、ハッピーバースデー。もう全員誕生日。いやー生きててよかったですよ、ほんと。では亀止め大ヒットをお祝いしまして、そしてあなたの誕生日に初期払いです。乾杯。濃い、ドロッとしてて赤ワインですけど、あのヨーグルトを飲んでるような、そんな感覚の、うわースパイシーなワインです。美味しい。だんだん社長は私の好みがわかるようになりましたね。嬉しい。
お酒を飲んで本音を語ろう、ワインビアーモのコーナーです。お酒を飲んでご紹介するのもなんだか失礼な感じがしますけれどもね、北海道の素敵なユニットをご紹介します。ロケット姉妹、アコーディオン奏者でボーカリスト立山由紀さん、ギタリストでボーカリスト扇柳徹さん、お二人のユニットがロケット姉妹です。徹さんは男性です、男性ですけれどもユニット名は姉妹。時々ゆきさんが徹さんのことを姉さん、姉様、そんな風に呼んでいらっしゃいます。初めてロケット姉妹のことを聞いた、そういうあなたのためにプロフィールご紹介します。まず姉様、扇柳徹さん。徹さんは昔アイリッシュバンドでご活躍でした。その後ハードトゥーファインドというケルティック風味アンサンブルを結成しました。私が徹さんのお名前を知ったのもハードトゥーファインドでした。2004年、徹さんはソロアルバム花の雨をリリースしました。当時私、札幌のコミュニティ FM 三角山放送局というところにいたんですけれどもね、朗読の番組ありまして、そのディレクターをやってたんですが、演者の方がね語るでしょ、そして一曲好きな曲をかけることになってたんです。花の雨かけてください言われましたね。しっとりとして素敵でしたよ。そして徹さんはシンガーソングライター鈴木一平さん、佐々木幸男さん、さらに坂本龍一さんなどたくさんのミュージシャンの方とコラボなさってます。一方のゆきさんは1995年上京されます。そしてマルカートというユニットを結成しました。その後途中からゆきさんを一人でこのマルカートという名前を背負って音楽活動を続けていらっしゃいます。そうそう、ジェマティカレコーズご存知ですか。ロックアーティスト浜田省吾さんの事務所ロード&スカイのレーベルなんですよね。ゆきさんはマルカートとしてジェマティカレコーズから5枚のアルバムをリリースされてます。実は私、マルカートさんのお名前を知ったのは2004年なんです。三角山放送局でお仕事をしてまして、いつもこのジェマティカレコーズさんから封書が届いてたんですよね。水色の、そうなんです、水色なんですよね。でその中にマルカートさんの CD が入ってたんです。よく覚えてます。わ、浜翔さんつながりだなんてね思ってたんですけれどもね。それでジェマティカレコーズのホームページを見ますと、マルカートというお名前が載ってます。そしてゆきさんのお写真も載ってるんですよ。まるでね、宇宙服を着て今から異次元に飛び立ちますみたいな、本当美しいお写真なんですよね。ぜひジェマティカレコーズのホームページも後で開いてみてくださいね。その後ゆきさんは2007年、東京から札幌に活動の拠点を移されます。ライブの他にも地元北海道のラジオコマーシャルでもご活躍です。そしてロケット姉妹を結成されるわけですね。徹さんとゆきさんに私初めてお会いしたのは2012年7月です。わー、6年も経つんですね。当時三角山時代の先輩パーソナリティ深澤正和さん、フッキーさんの企画イベントがありまして、そのアシスタントを私務めさせていただいたんですよね。
そこにゲストでご出演されたのがロケット姉妹だったんですよね。 FM キャッチボールショーというイベントだったんですけど、私ね、何を思ったのか野球のユニフォーム、しかもワンピースを着ていったんですよ。それもすんごいマイクロミニのスカートでね、ちょっとこうかがむとパンツが見えちゃう本当に。だからそのワンピースの下にオレンジ色の短パンを履いてたんですよね。そしたらトールさんがステージで短パン反則ってね、おっしゃったのが今でも忘れないですね。まあ、トールさんお話お上手ですからね。で、初めて聞かせていただいたそのユキさんのお声がもう透き通る。お隣のね、トールさんのアコースティックギターと溶け合って素敵な時間でしたね。ロケット姉妹、2011年ファーストアルバムロケット姉妹をリリースしました。セルフタイトルアルバムですよね。そして今年、待望のセカンドアルバム静かに降る歌、こちらがリリースされました。5月には関東ツアーもあったんですよ。私もね、赤坂の会場に行かせていただきました。ゆきさんとトールさんの歌声があったかくて、そして優しくて、ほんわかした雰囲気でした。では、セカンドアルバム、静かに降る歌からお届けします。ロケット姉妹、二人。駆け足で過ぎるけど、
お送りしたナンバー、ロケット姉妹のセカンドアルバム、静かに降る歌から、二人、お送りしました。今日は、遊び市石狩で海水浴。砂の中のお宝探しに挑戦。ズボメイの手発見、流星の手発見、んパパの足。ハイツエメラルドはあなたの新婚生活を応援します。ハイツエメラルドは札幌副都心 JR 新札幌駅から車で5分、 2LDK 車庫付き5万5000円から共同の融雪機もあります。ハイツエメラルドは信頼と実績30年、エメラルド商事の建物です。モノクロームレインボー、そろそろお別れのお時間です。今日はファッションフォトグラファー堀口守さんのプロジェクト、スマイリングベイビー、大ヒット映画カメラを止めるな、そして扇柳徹さん、立山由紀さんのユニットロケット姉妹をご紹介しました。本当はですね、徹さんとお電話つなぎをしまして、お話をお伺いしたいな、そう思ってトールさんのフェイスブック開けてみたんですよね。そしたら声が出なくなった、そうやって書かれてたんですよ。トールさん、風邪ですか？お大事になさってくださいね。そしてユキさん、お体にお気をつけて、またその可愛らしい笑顔見せてくださいね。待ってます。さあ、それからですね、去年の夏の終わり、北海道マラソンを走る市民ランナーほかちゃん、ほかちゃんがこの番組にねご出演してくださったんですが、なんとほかちゃん肉離れを起こしてしまった。あー、なんてことを。いやー、走るなって言ってもほかちゃんのことですから、走るんでしょうね。大事にしてください。まあね、年を重ねますとね、若い頃と違ってあっちこっち故障しますよね。私もそうです。この故障を抱えて日々戦っているような気がします。さあ、戦うといえばスポーツ、サウンドテーブルテニス、ご存知ですか？目の不自由な方の卓球です。なんとこのサウンドテーブルテニスの全国大会があります。東京でです。そこになんと北海道のミュージシャン、ノエのノブさんが出場することになりました。おめでとうございます。ノブさんがですね、卓球戦います。私、取材に行きます。9月15日16日土曜日日曜日、東京の味の素スタジアムで試合があります。で、編集するので番組の公開予定は10月になります。10月、のぶさんの凛々しいお姿、音声のみになりますけれどもね、しっかりお伝えしますので楽しみに待っててください。頑張りますよ。のぶさんも頑張ってくださいね。ではエールを込めまして、のぶさんの歌声、ノエの僕の空、こちらをお届けしながらお別れです。今年の夏は地震、水害、猛暑、本当に厳しい夏です。でも笑顔で一緒に元気に乗り切りましょう。約束ですよ。また元気に会いましょう。
今日も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。お相手は名倉ひとみでした。あなたの心に七色の虹をかけるモノクロームレインボー。この番組はエメラルド商事の提供でお送りしました。わかった。